で学生を判断するって無理なんじゃないかなって思うんですけどとかっていう質問をした時にやっぱりそういう方ってこう言いを飛んでしまったりとか行動力かなというふうに考えていまして、ごめんなさい、会社の業績上げていけるような働きをしたいと思っております。ごめんなさい。どうもしゅんです。こんにちは。今回は君須賀さんとのコラボ企画なんですけども、人事の方に普段就活生が聞けない質問をぶっちゃけて聞くという動画になっております。今回は君須賀さんを利用されているディップという会社さんの採用担当の青木さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いいたします。ディップ株式会社採用担当の青木と申します。当社では求人サイトバイトルをはじめとする人材サービス事業と DX サービス事業の展開させていただいております。当社の採用理念がですね、ワントゥーワンサティスファクションと言いまして、学生さん一人一人の満足度ナンバーワンを追求するっていう採用ポリシーで日頃採用活動を行ってますので、今日皆さんの満足度をなるべく高められるように頑張りたいなと思います。実際の春代理メンバーの就活生の2人から普段は聞けないけど、今日は無礼講ということで聞きたいことを聞いていただけたらなと思っています。採用したくない人の特徴をちょっと教えていただけたらなと思います。そうですね、見送りになる方の特徴っていうのは、受け身だったりとかこうチャレンジするのが苦手だったりとかっていう方はお見送りになる傾向が高いかなとは思っています。自己 PR の中でもキャプテンやってましたとか、日本一になりましたとか PR の強さみたいなところっていうのはもちろんあるとは思うんですけど、どっちかというとじゃあその中でなんかどんな風に行動してきたのかとか、じゃあなんで努力できたのかみたいなところもこう言語化が上手な人を素敵だなって思うっていうのがあるので、いい経験をしていても人から言われたことをそのままやってきただったりとか、いわゆる自分の中ではチャレンジって思ってないことをやっちゃってるとか、なんかそういう方っていうのをお見送りになる傾向が高いかなとか。面接とかって行動力がありますとか、挑戦しましたみたいなじゃないですか。どうやって見分けるんですか？チャレンジとか挑戦とか成長とかって結構便利な言葉じゃないですか。それにやっぱこう頼りすぎちゃっている方とかっていうのは割とこう選考の中でも意外と分かりやすいかなって。例えばどんな感じで分かるんですか？質問の仕方として、それってどういうきっかけがあって変わろうと思ったものだったりとか、何々さんにとってチャレンジの基準って何とかっていう質問をした時にやっぱりそういう方ってこう言いを飛んでしまったりとかっていうケースが割とあるんですよね。自分の中でこうじゃあチャレンジしてきましたとか、成長実感がありますとか、行動してきましたっていうこういう方には何かしらの自信もあったりとか、それに向けた行動をしてきたっていうプロセスをきちんとやっぱり踏んでいると思うので、そういうプロセスがより具体的に喋れる方っていうのは嘘じゃないんだなっていうか、便利な言葉に頼ってないんだなっていうのは感じますね。なるほど。第一印象は僕も採用する立場だったらめちゃくちゃ大事だなと思ってて、今日2人には事前に30秒ほどの自己 PR を用意してもらったので、第一印象でちょっと判断いただけたらなと思ってます。獨協大学3年の高橋鈴香と申します。現在は計画をしていて、計画をしながら株式会社代理というところで長期インターンに調整しております。で、私が自分で考えている自分の強みは行動力かなというふうに考えていまして、その力を生かしてその株式会社ダイアリーでは就活 YouTube を6万人から11万人に伸ばすところをやっておりました。で、動画制作は1年間で100本程度動画を制作しておりました。これが私の強みや行動力かなと思います。よろしくお願いします。今の高橋さんの自己 PR、○×の札をお願いします。はい。ごめんなさい。じゃあ理由は後ほど聞きます。中央大学総合政策学部3年の久保田志音と言います。私大学でデータを使って人々の行動とかを観察するような学問を研究しておりまして、私の強みとしては分析力かなというところにありまして、データと、難しい行動を用いて、何か分析していくっていうところにコミットしながら、会社の業績を上げていけるような働きをしたいと思っております。よろしくお願いいたします。判断の方お願いします。ごめんなさい。まず高橋さんから、×の理由をお願いします。ありがとうございます。自信なさげというか勢いだったり声のトーンとか表情管理みたいなところはすっごくお上手だなと思ったんですけど、はい、私の強みは行動力かなと思いますみたいな、こうちょっとしたら言い方かなと思いますみたいなところで、あ、じゃあまだこう自己分析だったりとか、はい、こう PR みたいなところに自信がないのかなみたいな印象をちょっと少し感じてしまったっていう部分で判定をさせていただいたというような形なんですよね。でもっと言うと、やっぱこう強みは行動力ですみたいな、でさっきの話にもあったんですが、結構やっぱあるあるというか、まあ、みんな使うじゃないですか。はい、その中でももっとこうらしさを出していけたらなっていうところで、なんかもっとこう自分の行動力っていうところを掘り下げていって自分のキャッチみたいなところにつなげられると、はい、この自己紹介、自己 PR が違うなって思われるんじゃないかなっていうのが一つ思いました。コミットだったりとか貢献していきたいとか便利な言葉がこう並んでしまっていたなっていう印象で、らしさっていうところがこう伝わりづらかったなっていう部分があったっていう観点でちょっと発言させていただいたっていう。なんで僕はこのデータっていうものを先行してきたんですとか、なんかそういう部分を盛り込んでもいいのかなっていうのは、まあ、30秒っていう短い時間ではあるんですが少し思ったりはしました。600人採用してなんか1人60人ぐらい採用するっていう話があったと思うんですけど、なんかそうなるとやっぱり面接の時間って1人30分とかになっちゃうと思うんですよね。なんかその中で学生を判断するって無理なんじゃないかなって思うんですけどどうですかね。そうですね、30分の中でその学生さんの全てが分かるかって言われたら分からないっていうのが結論になっていきます。うちの選考っていわゆる限定方式の選考ではないんですよね。ここがダメとかここが NG だからっていうふるいにかけているっていうわけではなくて、学生さん一人一人の人生に向き合っていきますっていう採用ポリシー、学生さんに事前に小学校から大学までの自分史みたいなものを事前にアンケートで提出させていただくんですが、そのアンケートの内容をもとに深掘りをしていくっていうような観点なので、どちらかというとその学生さん自身のいいところをどれだけ見つけにいけるかっていう方向に選考の舵を切っているっていうところがありますね。スカウト型のサービスの君塚さんを使ってディップさんも採用活動されてるっていうことなんですけど、はい、なんで君塚さんを使ってるとかってありますか？当社の採用したいと思う採用ターゲットと君塚さんに登録されてらっしゃる学生さんの親和性がやっぱある程度高いっていう部分で要望させていただいております。プロフィール文とかって実際読むんですか？めちゃくちゃ見てます。めちゃくちゃ見てるんだ。はい。ということで、しおんくんの実際のプロフィール文を今青木さんに読んでもらっていこうと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。読みました。ありがとうございます。しおんくんの今のプロフィール文、スカート送ろうと思うか否かは。なるほど。あら、厳しい。厳しめですね。今日はね。なんで暑さだったんですか？空手をやっていて、塾講師をしていて、まあ、こういう取り組みをしていてっていうふうに記載をいただいてたっていうところは分かったんですけれども、なんでの部分がやっぱりイメージしづらかったっていうのがありますね。当社として大事にしていきたい部分っていうのは、なんでその行動をしたのかとか、なんで努力していたのかとかっていう部分をやっぱりこう大事にしていきたいなっていうふうに思っているので、そのなんでのらしさの部分が見えづらかったっていう観点でまあ担当させていただいたっていう。続いて、はい、ありがとうございます。高橋さんのプロフィール文、カード送りたいと思うか否か、じゃあお願いします。はい、送りたいです。おお。ちなみに何でですか？文面を拝見させていただいたところにですね、自分が変わったポイントっていうのを記載いただいていたんですよね。自分は前までこうだったけれども、今ではこうなりましたっていう、そういうストーリーを書いていただいていたっていうところが結構大きくって、自分が変わったポイントって結構その人にとっての核になる部分だったりとか、大きな出来事だと思うんですよね。なので率直にこれ今拝見してもっとお話聞きたいなっていうのは思いました。スカートの中でもゴールド、シルバー、ノーマルがあると思うんですけど、2つ目のシルバーかなと思っていて、なんでこうゴールドにしなかったのかっていう理由でいくと、最初はこういう失敗があって今こうなっていますっていう文面の中で、じゃあどういうきっかけがあったのかとか、どういう人に関わったからなのかっていう、そのターニングポイントになるヒント、全部は書かなくていいと思うんですが、ヒントっていうのが書かれているとなおおっと思うというかっていう部分があったので、それがあればゴールドをお送りしたかなと思いました。ゴールドを出したくなる学生の特徴ってありますか？プロフィール文がどれだけこう充実していただけているかみたいなところが結構大事なのかなっていうふうに思っていて、こういうことを成し遂げましたとか、こういう結果があってっていうのはもちろん端的に伝えていただくのもすごいありがたいことなんですが、スカウトを送るっていう観点でいくと、その人に送る理由みたいなのが必要になってくるんですよね。同じ内容の方が2人だとして、じゃあどっちを選ぶかってなったら、やっぱりなんで努力してきたのかとか、そういう充実した内容を書いてくださっている方に送りたいなっていうのがあるので。今日はありがとうございました。2人に今日はあえて厳しめに罰多めだったとは思うんですが、すごくやっぱいいものを持ってらっしゃるなと思いましたし、ぜひ当社の成功にも進んでいただきたいなと思えるぐらいいい時間だったなと思いました。これからも君須賀さんを通してですね、素敵な学生さんとのいい出会いがたくさん生み出せたらなと思っております。今回君須賀さんを利用されている DIP さんの採用担当の青木さんにお話を伺ったんですけども、下の概要欄から君須賀さんの登録ができるので、プロフィール文を充実させて皆さん使っていただけたらなと思っております。君須賀さんの動画は結構上がっているので、下の概要欄に合わせて載せているので、ぜひ見てください。本日は貴重なお時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。